今日は高木さんのオーダーグラブを見せていただきましょう。今日ねご来店なので。ちょっと使ったそうです。でお聞きしたらあこここど,どっちでします、えー、分けます。あ分けますか。じゃあ引っ張って、うん、でこれいっぱいいっぱいであの。フィンガーシフトの小指のねピンキーのフィンガーストールだけど。 えっと中でえっと小指だけにピンキーあのループ小指かけをかけて薬指はこう,いこういう感じに今度は使ってみるそうです普通はねこの前も話してたけどこういうふうになっちゃうから2つかかっちゃうねこれちゃんと日高さんのやつは割とこういうふうに作ってあるみたいですよ。 ウルそうウイルスも逆に両方かかるようにしてやるやつが多いかなうんえっとこちらがあベースがまず N54 の MG ですねえー、っと11と2分の 1MG はあー、えー、ウィザード0 1ですねで55がこういう型のやつで4が大きさですけど54型えー、っと HO1 で 渋くあの刻印で作られました。で、えー、っとこちらね、親指側、ストリームとサムが綺麗ですけど、えー、っとこっちがエム、えー、グリーン、こっちがミント、コンビネーションでございますね。えー、で、これね、あのこの前も話してたんだけど、このレースがなと思ったら、これ意外とね、これブラウンでしたっけシェ,シェリーか。 シェリーブラウン系のねこのシェリーがね合うんだわこれ一つね皆さんねお手本に今度作る時にねやってみられるといいと思うんですけど縫いカからは普通にねホワイトでホワイトは何でも合うからねでえっと人差し指にローリングスの刺繍ねはいで玉はみです玉はみ綺麗ですね、うん、玉はみにするとやっぱりメジャー感がグッとね あの出てきますよねえっ、ー、と「ウィザード」だからねミドルガセット。でこっちも薬指と小指の外だけおしゃれにミント。これこの前のあのねお見せしたあの昨日お見せしたかあの間、ー、あ,あのー、えどうするしちゃったなあの人誰だったっけ <laughs>、えー 森田,さん <laughs> 森田さんのやつ、エムグリーンだったけど、これ、ミントも両方見れるっていうね。これ、あれでしょうあの。参考になるでしょう。で、ラベルは MLB の比率で、でまあ、大きさはちょっとね、ここギリギリのところまで,で入れてあるけど、あの赤もね、こんな感じですよ。うん。イメージ的にほら、これイメージできるんじゃないですか、オーダー今度作るときね。で、えーと、ライニングもシェリー。で、えっと、エアフロー。 えー、違うな。ドラ,イドライフォンね、ローリングスのドライフォン <laughs>、うん。で今度はあのこのフィンガーシフトで今言ったここあの小指と薬指とねこのストールの中でセパレートで使われるということで。でこれ意外とスポンとフィンガーシフト入りましたよね。そうなんです、ね。うん。キュッキュッキュってこういうこれあの高木さんが好きな。 タイプですいろいろ皆さんね好みがあるからね、うん、人差し指とウェブの間ぐらいのあのポケットセンターになるグラブですけどだからこれぐらいこれぐらい親指もちょっと効くよみたいなキュッキュッキュッですね高木さんがねうこうこうでしたっけえっ何本のイメージでしたっけ日本2日本 ?2 本2本イメージですねあそっかみんなね こういう人もいるし、三本の人もいるし、うん、こういうイメージですね。あ、じゃあこの三本はあんまりこう意識しない。ね、ただまあ今回フィンガーシフトにしたんでちょっとこう。あ、そっか、二本になってるのか。2> 2近いのかなといあ、ちょっとじゃあ変わっていくるんですフィリングはね。うん。どうですか。深くなっていいような気がしますけどね。うん、深くなりますよね。いいんじゃないですか。うん、かっこいい。で、今心配してたのはこのね。 心配っていうかあのどうなるのかなって言ってたのこのロゴのところあのだんだん黒くなって黒くなって濃くなるのか剥げてくるのかどっちかななんてね、うん、やっぱり色が鮮やかなだけに前のねあのカラーパッチのグリーンもそうです、ね、ダークグリーンもすっごい綺麗なダークグリーンだったけどでたなんか寂しい感じにやっぱりね,ねなりますもんね日焼けがどうせも、うん、だからこれはどういう風な感じになるのかな。 かっこいいございます。今日はあの高木さんがせっかく来ていただいたんで、あのあれですえー、眼に預かる次第でございますね。ありがとうございました。88ね。はい あ、遅いんか。これから君うん、そうですね。今日は高木さんのオーダーグラブを見せていただきましょう。今日ね、ご来店なので。こ,こ,すのこれ、最近使ってるんですよ。<あ>うん。い,いいでしょ、これ。いいですね、うん。今度。 タカさんこれでほらあちょっと揺れるとダメだけどあ,<ー>あのー、面白そうこうね練習時にあいっつってで <laughs> こうけけ、ねうんこうじゃないよっつってほらほらこれ違うじゃんスイングみたいなできるんじゃないですかへえー、面白すごこれいくらぐらいなんですかこれ安かったですよいくらだったかななんか何二千円とか三千円とか、えー、うん あ、そん,そんなことで盛り上がってるんですか。映ってますこんな感じで、スパーツね。はい。これだと。うん、これでつけて、うん。で。ここ。ちょっとた。あ、あんまり立てると。どこもいってたか、わかんないんですけど。大体。うん。こういう感じで。 でここでこ,う多分これいろいろ固定できたりするんだろうなるほど、うん、ちょっと使いようもいろいろそしたら割とねあの iPhone で撮ったやつビデオで撮ったやつよりきれいにあの見えますよっていう人が多いへ<ー>えー、俺ビデオ一生懸命やってたのに <laughs> iPhone の方がきれいなのかと思って色もね多分これきれいに映ると思うこっちの、うん自動で補正しちゃうんやね、うん 高木さんに入れさせていただいたんですけど私ちょっと腕が上がりましたんでこれぐらいのスペースならあのちょことなら刺繍があが手袋に入りますんでよろしくお願いします。